フィリッポポッツァーとは、イタリアのベネト州、ビチェンツァ県のサンドリゴ出身の、自転車プロロードレース選手。2000年プロデビュー。若くして、ヒュー、サイクラシックスや、ミラノサンレモで優勝を飾っている、クラシックハンターである。アマチュア時代の1998年の U-19、世界選手権個人ロードレース2位などの実績を挙げ、2000年に、 マペイクイックステップでプロデビューする。同期入団にファビアン・カンチェラーラ・マイケル・ロジャース、ルカ・パオリーニがいる。以後2002年にマペイが解散するまでは特別な成績を上げることはなかった。2003年、マペイ解散に伴いファッサ・ボルトロに移籍。2004年2005年2006年2005年のヒュー。 サイクラシックスのゴールスプリント2007年2009年2010年2011年2012年ファルネーゼビーニセッレイタリアに移籍2013年ランプレメリダに移籍2014年2016年ウィリエールトリエスティコールサウスイーストに移籍タイプとしてはスプリンター扱いもされるが2006年のミラノ サンレモもスプリント移行前の先行アタックでものにしていることを考えると、どちらかといえば、パンチャーの方が当てはまる。 p o z z a t o t o f r o n t c o n i a n t i dash d o p i n g p r o s e c u t o r t o d a y dash c y c l i n g n e w s c o m 二千十二年六月十九日付ハット p o z z a t o q u e s t i o n e d b y c o n i i n r o m e dash cyclingnews.com コム2012年6月19日付。pozzatohanedthre-monthbanfromconi-cyclingnews.com9 d com 9月11日付2006年、ミラノサンレモノゴールシーン腕に、キアラの文字が確認できる、中野義文公式サイトかコログ2004年2月7日の、日記を参照。 ありがとうございます。